皆さん、こんにちは。不思議な出来事に遭遇すると自分に霊感あるのかもって思いますよね。そんな時は手相を確認してみましょう。そこで今回はスピリチュアル線と言われている手相の意味や見方をご紹介します。1. 見守られている印、神秘十字線。感情線と知能線を結ぶように十字に出る線を神秘十字線と呼びます。スピリチュアル線の中で最も有名な線ではないでしょうか。この線を持っている人は霊感や波動といった神秘的な力に惹かれる人が多く、目に見えない世界に価値を見出します。ご先祖様を大切にする心が強く、突然の災難に巻き込まれても奇跡的に助かる経験をする人が多いのは、日々の信仰心がご先祖様に届いてるからでしょう。また災難とまでいかなくとも、人生には様々な局面で困難にぶつかる時があります。そんな時でもご先祖様は見守ってくれていますから、思い切って一歩踏み出すと人生は良い方向に行くことでしょう。2. 第六感を信じますか？仏眼相。手相を見るときは手のひらだけでなく指にも注目してみましょう。特に親指の第一関節、まるで目のような形になっている線はありませんか？ある場合、あなたは第六感の持ち主かもしれません。五感に次ぐ第六番目の感覚を持つ人は非常に感の鋭い人です。例えば悪い出来事を察知する虫の知らせなんかは聞いたことがあるのではないでしょうか。日頃から感覚を大切にすると、物事が間違った方向に進んだとしても直前に回避することができます。また仏眼相を持つ人は微細な人の気持ちも感じ取ることができますので、人の心に寄り添う仕事が向いている人が多いと言われています。 3. 勝負師として生きていく直感線。小指の付け根の丘から月球にかけて出る線を直感線と言います。知識、判断力を表す水星球と忍耐力を表す第二火星球、想像力、精神性を表す月球をまたぐように刻まれることから、この線を持つ人は非常に感の鋭い人です。危機的場面に遭遇しても持ち前の感の良さで切り抜けていけるでしょう。ここぞという場面に強いので、勝負師としての一面も持っています。ギャンブルといった賭けごとにすこぶる強く、一攫千金を狙い大博打に出るのもこの線を持つ人の特徴です。このスピリチュアル線を持つ人は、直感を大切にすることで思わぬ幸運が舞い込んでくるでしょう。 4. 人差し指の付け根に注目。ソロモンの輪。人差し指の付け根を見てみましょう。付け根を囲む弧をソロモンの輪と言います。この線は大体が途中で切れていることが多く、綺麗に弧を描く線を持つ人は滅多にいないのです。それゆえに最強の運の持ち主と言われており、エネルギーの強さから人間関係、仕事などあらゆることにおいて頂点に君臨します。そして人の上に立つだけのプライドと指導力を兼ね備えているのです。日々感じ取ったことを内にしまい込まず、常にエネルギーを発散することで開運する
ピリチュアル線と言えます。5. 孤独なメッセンジャー土星感。中指の付け根に弧を描くように刻まれる線を土星感と呼び、感受性が強く浮世離れした人に現れるスピリチュアル線です。この線の持ち主は感じ取ったエネルギーを目に見えるものとして表現するセンスを持っているので、芸術家に多い手相と言われています。精神性を深く追求していく探求者ですが、世間的には変人鬼人と目されることが多く、孤独な一面を持つ人です。この線が出ている人は目に見えない何かからのメッセージを創作物として表現することで人生が開けます。いつでも探求心を失わないで常にアンテナを張り巡らせていることが重要です。 6. 人々を癒し導く才能の持ち主聖職門。人差し指の付け根にもう一度注目してみましょう。木星球に「い」という漢字のような線が入っていたら、人々を導く教育者としての才能を持っています。人の長所短所を瞬時に見抜き、正しい方向に導くことができるのです。このスピリチュアル線を持つ人は、困っている人がいたら手を差し伸べる救済者としての面も持ち合わせているので、周りには自然と人が集まってきます。神秘的な力から感じ取ったエネルギーを周囲に解くことで、理想や信念が強まり、悩む人を救済する役目を担うことでしょう。ある意味、自分のことよりも人のために生きる人が多いのもこの線の特徴です。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。